しいたこ焼きができたな。おお、イルミネの皆さんのたこ焼き、それでは採点をお願いします。せーの、10点。おーい、採点しろ。え、ユニット自慢かバリバリやったら10点。朝日も何言うか考えとかんといけんよ。交流ランチって聞いてたけど結構緊張しちゃうね。うん、10点ありがとう。それじゃあアンティーカの最近の自慢お願いします。うん、うちのもちょっと似とるとやけど、恋が写真、みんなでおにぎり作ったとよ。わあ、あ、4人だけっす。恋はルミナスで頑張る咲夜を応援センバーって撮ったやつ。そっか、咲夜さんはルミナスに呼ばれたんですよね。みんなでおにぎりを作ってる写真、咲夜さんは写ってないけど。はい、このおにぎりを見てきっと力をもらって。とってもいい写真だね。咲夜のことやけ、仕事はバリバリのバリバリにするとやろうけど、新しいことするときはお腹の減るもんやけん、力の出るもん食べんとね。千雪さんもね、きっと同じように思ってくれてて。アマナも咲夜さんたちと行くことになったでしょ。それでこの間ちゃんと緊張してるって。アマナ、やっぱり結構緊張してて。でも千雪さん、それが正しいから行ってらっしゃいって。そいじゃあ千雪もおにぎり結んでくれたとね。そっか。うん、おにぎりみたいな言葉だった。天下ちゃんと分け合ってしっかり食べなきゃだね。じゃあ、あれもおにぎりだったんだ。ルミナスに行くリンゼさんと私のために、大倉の皆さんも円陣を組んでくれたんです。本当は、一緒に舞台に上がるときに組むのが円陣ですけど、一緒だよ。変わらないよって、リンゼさんも最初の打ち合わせの時エンジンみたいに手をつないでいこうって握ってくれて、私たちもおにぎり結んでたんですね。ああ、
点。美味しそう、めっちゃ。うん、食べてないのになんで美味しいってわかるんすか？え、そのうちわかる。そのうちっていつっすか？今がいいっす。